第11競争です。今日のメインレース、農林水産大臣賞典第34回マイルチャンピオンシップ南部杯ダート 1600m G1 です。16頭が争います。インティ、チスジ、サンライズノバ、リリーモントル、ユノートルベル、パンプキンズ、レールガン、ワークアンドラブ、シゲノブ、ワイドファラオ、ステーロ、ドラセナ、エアスピネル、広重ゴールド、ソリストサンダー、アルクトス。連覇を狙います。アルクトス収まりますと体勢が整います。16番ゲートに引かれます。ゆっくりとアルクトスゲートに収まります。さあ南部杯です。スタートしました。ほぼ揃いました。第34回マイルチャンピオンシップ南部杯 G1 です。先行争いですが、さあ外目からまず広重ゴールド上がっていくか、アルクトスも前に行きました、あるいはワークアンドラブが先手を取るか、この辺りかとまってワイドファラオです。さらにはパンプキンズが行きまして、サンライズノバ、その外目からエアスピネル、広重ゴールドです。前の集団は向こう上面に出てまいります。ワークアンドラブと広重ゴールド2頭、その外目から16番アルクトス、内は10番のワイドファラオです。1馬身差3番サンライズノバ、外に並んで 1000m を切りました。15番のソリストサンダーが追走しています。あとは2馬身差で13番エアスピネル、6番のパンプキンズ、外1番のインティです。あと間が空きまして、12番のドラセナが中段後ろのポジションにつけました。リリーモントル、1馬身後ろにはステーロ、外並んでユノートルベル、後方勢ですがシゲノブ、内2番の血筋、最後方からレールガン、600を通過、3、4コーナー中間地点に入っています。さあワークアンドラブが先頭、広重ゴールド、アルクトス、前3頭固まってワイドファラオ、その後ろソリストサンダー、外目から400の標識を通過、この圏内内を進んでエアスピネル、外からはインティです。前は固まって直線コースへ、広重ゴールド、外からアルクトス、外からアルクトス先頭に変わるか、広重ゴールド、間を割ってくるか、ワイドファラオ200の標識を通過、あるいはこの圏内ソリストサンダー、外からインティ、外からインティ、前の争い広重ゴールド、アルクトス、広重ゴールド、アルクトス、3番手争いはソリストサンダー、さあアルクトス連覇だ、ゴール、アルクトス連覇、アルクトス連覇です。直線は見応えのある攻防でした。力の入った追い比べ、最後抜け出したのは16番アルクトス。